はい、佐久間優吾です。本日も優吾 .tv 始めていきたいと思います。本日のお題はですね、ブスの25か条。はい、宝塚歌劇団古競馬、古競馬じゃない、稽古場伝説の教え。こちら自分が店の中で飯を食うところの目の前に貼ってあります。ブスの25か条、たまにこれを見て思い出したりしてます。その25か条を何なのか気になるでしょう。それを発表 していきたいと思います。じゃん。1番、笑顔がない。2番、お礼を言わない。3、おいしいと言わない。4、目が輝いていない。5、正気がない。6、いつも口がへの字をしている。7、自信がない。8、8、希望がない。9、自分がブスであることを知らない。10、声が小さくいじけている。11、自分が最も正しいと信じ込んでいる。12、愚痴をこぼす。13、人を恨む。14、責任転換がうまい。15、いつも周囲が悪いと思っている。16、人に嫉妬する。17、人に尽くさない。18、人を信じない。19、謙虚さがなく、傲慢である。20、人のアドバイスや忠告を受け入れない。21、何でもないことに傷つく。22、比較的に物事を考える。悲観的に物事を考える。23、問題意識を持てない。24、存在自体が周囲を暗くする。25、人生においても仕事において意欲がない。宝塚歌劇団稽古場伝説の教え。これはどっかからコピペして自分でファイルにして貼ってたまに見たりしています。女性にかかわらず男性にもやっぱ通じることがあるんじゃないですかね。人間として、ブスとかブサイクとかってね、顔の形とかじゃないと思うんですよね。やっぱりこういう人としての態度、表情とかもそうだったりするけど、ブスーっとして暗そうにしてる人、まあ結局顔か。やっぱ内面とかがやっぱ表に現れたりしますからね。そんでもって人間の神経系統で唯一むき出しになっているのがこの目。だからやっぱり目は物事を言うみたいな、目は口より真実を語るみたいなのありますからね。やっぱり目が輝いてなかったり、目が死んでたり、なんか自信なさそうだなとか暗そうだなっていうのはやっぱりね、印象も良くないですね。人間の印象っていうのはやっぱ一瞬でパッと 0. 何秒とかで決まるらしいですからね。脳がもうパッともう一瞬で見た瞬間でその人はどういう印象か勝手に脳が分析してこんな感じかなって思っちゃうらしいです。はい、ということで今日はなんかもうちょい付け足して言おうとしてたけど忘れちゃいました。はい、ということで、本日は今日はこの辺でって、よくわかんないですが、はい。まあ、いつも一発撮り、一発読みで、適当に配信しております。はい。明日もお楽しみに。それでは今日はこの辺で、失礼いたします。ぜひ、読者登録、コメント、よろしく、お願いいたします。それでは、バイ。